こんにちは、フィーフィーです。韓国は経済における最悪なシナリオに備えようと、韓国の大手新聞社である中央日報が報じています。なぜここまで危機感が高まっているのでしょうか 7月25日、韓国の4月から6月期の GDP の成長率が発表されました。で確かに0.6%のプラス成長で何とかマイナスを免れたんですが、そこで安心してはいけないと中央日報は書いています。まず、中国経済が振るわないからです。ゼロコロナは終わったんですけど、中国経済は回復に向かう気配すらありません。 中国経済が今後低成長に陥るという懸念まで出ているんです。まあ、今の中国経済の現状を見る限り、すでにデフレ傾向にあります。韓国の輸出が回復するには、韓国の基幹産業である半導体の景気が回復しなければいけません。これスマートフォンの売り上げが上がらない点も、韓国の半導体にダメージを与えているといいます。 また、金融市場も不安定なままです。韓国の不動産分野では、住宅ローンの延滞率が上がっています。アメリカとの金利格差がもっと大きくなれば、返済の負担も大きくなるので、韓国の人々の生活が苦しくなっていきます。アメリカの FRB は7月25日と26日に開かれた金融会議で、 0.25%の利上げを前回一致で決定しましたアメリカの政策金利が5.25%から5.5%になるのは22年ぶりになります まあこうなるとますます円安が進みます。ものの値段も上がってしまうと、消費者の心理にも影響を与えるんです。このままアメリカの利上げが1回から2回にとどまらず今後も続けば、外国為替市場はかなり不安定になります。 韓国はもともと家計債務が大きいんですが、ローンが払えなくなると銀行がそのリスクを負うことになるんです。金融危機を招く恐れもあります。要するにこうした悪いシナリオにも韓国政府と韓国銀行が徹底して備えなければいけないと、こう韓国の大手新聞社中央日報は忠告しているんです。 で、韓国は不良債権のリスクに今直面しています。IMF はアメリカの金利が上がれば自国の金利も上げなきゃいけなくなるとそうした状況の中でアジアの企業の負債が急増して不良債権化する可能性があると警告しています。これ韓国は自分たちは先進国になったと言っていますがこの状況にどっぷり巻き込まれていますから先進国とは言えないんです。韓国は企業の 負債がかなり大きくてデフォルトする可能性が高い企業負債の割合が世界平均をはるかに上回っている国ですだから IMF がかなり危機感を持って韓国に警告しているんです IMF は今月初めに発表したアジア太平洋地域の経済予測に関する報告書の中でも金利が急激に上がる場合韓国企業の不良債権が危険な状態になると書いています 利子負担が高くなるからです。今でこそ韓国はもう潰れそうなくらいの限界企業がたくさんあります。また IMF は不動産分野でも韓国は不良債権の割合が高いと警告しました。あとその他に韓国経済が抱えているリスクについて自営業者の借金があります。 韓国の自営業者が金融機関から借りている規模がこの1年間で110兆ウォン以上を急増したことが分かりましたこれたった1年で12兆円も自営業者の借金が膨れ上がったんですちなみに韓国の自営業者の貸し出し残高は合計で1020兆ウォン日本円で約113兆円にもなります しかも多重債務者が急増していて、自営業者の70%が3カ所以上の金融機関から借金をしていて、倒産の危機にあるそうです。ノンバンクから多額の借金をしている人が 多いんですよね。自営業者は急にお金が必要になることが特徴として挙げられます。そのため銀行以外の金融機関や貸金業者からお金を借りる割合が高いんです。まあ、こうしたノンバンクの貸し出しも今どんどん増加していて不良債権のリスクが高まっています。特に 今年の秋にコロナの時期に行われていた政府による貸出支援と返済猶予が終了すると言われています。その時期が近づいているということもあって、今後さらに自営業者の借金が増加するだろうと見られています。 あと、韓国の家計債務も増え続けていて、1754兆ウォン、日本円で194兆円にまで膨れ上がっています。こちらも自己破産が続出するリスクがかなり高いです。 で韓国の家計債務なんですが GDP 比率で言うと韓国の家計債務は OECD 加盟国の中で1位です。借金ですから何も喜ばしいことではありません。しかもその家計債務が増えるスピードも世界1なんです。こうして韓国では企業も自営業者もそして 国民も借金だらけで、こうした借金が不良債権化するかもしれないから危険なんです。唯一マシなのは韓国政府の借金だったんですが、この政府の借金も今どんどん膨れ上がっているから危ないんです。で、そんな中で国民の生活が苦しくなっています。深刻なのが韓国の物価高です。 韓国では今特に加工食品の物価が上がっています。6月の加工食品の消費者物価指数は前の年の同じ月より7.5%も上昇しました。これやばいのは加工食品の品目のうち約38%が2桁の上昇幅を見せたことなんです。 また加工食品の80%が物価上昇率の平均より大幅に上昇していたことも分かっています消費者が加工食品の多くがとんでもなく値上がりしていると感じているはずです先月物価の調査のために73の加工食品がピックアップされたんですがそのうち28品目は10%を超える上昇率でした 特に韓国は国民が大きな借金を抱えているし高齢者の多くが貧困層ですこのままでは食べていけませんということで韓国政府が驚きのインフレ対策に乗り出したんですなんと韓国政府が韓国国民のソウルフードである袋麺の辛ラーメンの値下げを企業側に要請したというんです 真っ赤なパッケージでおなじみの韓国のインスタントラーメン、新ラーメンってありますよね、この新ラーメンの卸値が、韓国政府からの要請を受けて、7月から4.5%も価格が引き下げられました、新ラーメンを販売する会社のインスタント麺の卸値が下がるのは、2010年以来、およそ13年ぶりになるそうです。 値下げされた価格は日本円で一食あたり九十円を切っていますこれ政府が民間の食品会社に値下げを要請するなんて異例なんです日本では考えられませんただこれ韓国国民が食べていけないから政府がこうした異例の要請を出したんです韓国はインスタントラーメンをチゲと呼ばれる鍋料理に入れて食べたり本当によく使うんです辛ラーメンが 韓国の人々の命をつないでいると言っても過言ではありませんエロシアのウクライナ侵攻の影響で小麦粉の価格が高騰していてインスタントラーメンの値段も高くなっていて庶民の家計が圧迫されていたので韓国政府が救済とししてこうした要請を企業に出したたんですただこれも効果的な経済対策を取れない韓国政府による苦肉の策なんですよね 辛ラーメンの値下げを受けて競合する他社も値下げを実施しました、まあ、こうして韓国政府が民間企業に圧力をかけないといけないほど韓国の人々は今食べていくだけででも必死なんですさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。 そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。